震え立った状態で書かないと、自分の心が震えてないのに相手の心を震わせるなんて絶対無理なので、聞きたい言葉だけを発信していく。もうお金取った方がいい。今日はですね、なんと今 SNS で話題の赤髪社長に来ていただきます。お邪魔します。ということで今日呼んだのは、はい、ちょっと俺最近悩んでて、うんうん、今 SNS 結構やってるんですよ、はい、まあまあ YouTube もそうだし、うん、Twitter が一番昔からやってて、はい、ミクシーもやったことあるんだけど、あー懐かしい。関係ないけど、ミクシーもやったことあって、あとはあのあれだ、インスタか、うんうん、インスタもやってて、はい、なんかいまいちなんか伸びが悪いというか、うんうんうん、新しくいろんな人が SNS 始めて伸びていくじゃん、はい、そうですね。で、まあ赤髪社長がなんか結構いろんなとこでなんかツイートとかのいいねとかですごい回ってきたりするところが一番最初に知って、なんかすごい勢いでフォロワー今でもどんどん伸びてるんで、ちょっと SNS の伸ばし方をちょっと教えてもらいたいなと思って、ぜひ呼んだんだけど、教えてもらってもいいですか？ぜひぜひ、もちろんです。ありがとうございます。全部やるとさすがに時間ないけど、うん、今回はやっぱ昔から一番力入れてる Twitter をちょっと教えてほしいなと思って。 OK、はい、です。すごいなんか伸びてるよね。なんか全然まだ6万ぐらいしかいないんで、全然 6万人超えたの。え、だって始めたのいつですか？去年の夏終わりですね。じゃあ8月とか9月とか、はい、1年で6万何千人いるってこと、はい、あ、すごいわそれは。ちなみにあの俺10年やってて7000人いってないぐらいか。だからあの、だいたいね、あの同じ7000人でも弱めの7000人かなって。10年かけての700ずつみたいな。そうそうそう。やっぱそうなると、はい、やっぱなんかもう今やめてる人も本当にいいのかなと思って。10年やばい。あの放置してツイッター開いてない人もフォロワーにいっぱいいると思うから。あ、確かにいると思います。なんか新たな、今やっぱクラブにいる人とかに届けたいなってこととかもやってて、もあんまり届いてない気がするんですよね。だいたいどんなアプリもその半年で飽きるっていう風に言われてて、半年でサイクルが回ってるので。なるほど。半年以上前におる人はほんまに濃いファン、ほんまに限られた 10% とかそんなのなんで。なるほど、はい、じゃあ常にあの常にファンを取り入れていかないとダメだ。そうです、そうです。うわー大変だね。だから10年前にもうバカクソ流行って一世を風靡した芸能人とかでも今 SNS 始めても1万もいかへんみたいな。そうだよね。ひょっこりはんちょっと忘れかけちゃうね。かわいそうすぎる。面白いのに。実際例えに出した。例えがね、かわいそう。もう思いっきり出すけど。P も入れずに出すけど。じゃあ、はい、ちょっと具体的に診断してほしいんだよね。私見てきました、ツイッター。見てきてくれてるんだ。はい。ダメなところを一応控えめに5個、うん、もうがっつり言ってもらっていい？がっつり言ってほしい。だから目覚ましたい。ここだけ今日は。今多分なんかあのダメな感じだから、ダメな自分で気づけてないから教えてほしいんだよ。ぜひぜひ。そのために呼んでるんだよ。いや、私でよければ。もう毒舌で言っちゃってください。お願いします。まず超初歩の初歩なんですけど、初歩の初歩の一貫性がなくて、一貫性がない。何の人みたいな。あ、そっか。コロナの話題、DJ の話題、クラブの話題、給付金の話題みたいな。ああ、なるほどね。全然関係ないニュースの話題みたいな。あ、それはね、YouTube もそうだ。あ、マジっすか。だから YouTube 伸びないんだ。なるほど。じゃあ、これはこういう人だみたいな。はい。難しいな。自分の思い100あったら、100を出していく SNS ってまず伸びなくて、自分の本当に見てほしい100、自分の100やと100が自分やとしたら、ほんまに見てほしい5の部分を永遠に発信し続けるアカウントこそが伸びるんですよ。なるほどね。じゃあ俺多分感覚的に言うとダウンタウンナウ見てるけど最近まっちゃん楽しくないなとか、そういうのをつぶやいちゃうんだけど。ダメだ。ダメですね。もうつぶやいてない。めっちゃダメ。そんなもう誰も聞きたくないですもん。あ、そう。誰も興味ないですもん。今日のドラマ楽しかった。明日頑張ろうみたいな。それ
彼女に LINE して言っといてください、ほんま。そんなレベルだ。めっちゃ独り言なんで。つぶやきだけど、つぶやいちゃダメなんだ。安藤先生の場合は、DJ 安藤っていう名前でやっとるんで、もう DJ 関係以外のことは一切つぶやいちゃダメなんですよ。なるほどね。だから同じ音楽の分野だとしても、演歌とかには触れたらあかんし、ひたすら DJ を突き詰めた発信しか、もう名前の時点にしちゃダメですね。あの、一個ちょっと聞きたいんだけど、例えば DJ だったら、まあ DJ ですごい人はまあすごいフォロワーもちろんいるんだけど、なんかそんなに DJ に興味ある人いるのかなとも思ったりするんだけど、なんか DJ だろうが DJ じゃなかろうが誰が見ても面白いような超初歩の DJ の、本当に超初歩の発信を続ける感じですね。なるほど。盛り上げる音楽を聴いたら仕事の、そのパフォーマンスが上がるよ、だからこの曲聴いてみてみたいな。なるほど。じゃあそれをなんか最近やりだしたなって思ったらめちゃ恥ずかしい。これ本当に動画に残さずに相談するべきだった。あのバッタリーの人みたいな。あいつ実践してるとか思われるな、これ。若干恥ずかしい。恥ずかしいやつになっちゃうけど、あ、なるほどね。それが1個目で、1個目、2個目が文字数がバラバラなんですよね。文字数がバラバラ。なんか140文字書く。そうじゃないの、だってなんかラーメン食べた。ね、それじゃダメなの。ダメです。めっちゃ有名な芸能人とかやったら、なんかおはよう、その次がめっちゃ長文、その次がラーメン食べた、で伸びるんですけど。だよね。でもこれから伸ばしたい人は文字数を揃えてあげんと、見とる方に優しくなるんですよね。読みにくい写真入れたり、なんか今日ラーメン食べたの次が YouTube の告知だったりとか、その次がディズニーランドとか、その次がコロナみたいな。じゃあ例えばクラブに関するショートムービーみたいなのをひたすら上げて文字は1行とかもありだし、逆に DJ の知識系でびっちり140文字入れるっていうのもありだし、どっちかに触れたら最高ですね。なるほどね。仕事じゃんそれ。仕事ね。仕事か。いや分かった、じゃあ俺みたいにその場のノリでなんとなくやってる人は伸びない。ちゃんとなんかその自分のブランディングを考えて、仕事なりでやってる人が伸びるってこと。そうです。で、1年で6万何千人もいってるわけ、すごいよね。私のおすすめとしては、開業せずに140文字が一番おすすめで、なぜかって言ったら、この携帯…開業した方が見やすいんじゃないってみんな言うんですけど、そのタイムラインで開業したツイートが流れてくると目に入るじゃないですか、面積が大きいんで、あ、安藤先生がこういうこと言うてるみたいな目に入るんですけど、その時点ではフォローされへんので、そっから、あ、この人なんかええこと言うとる、プロフィールクリック、プロフィールをクリックして安藤先生のツイートだけをバーってスクロールしてみて、ええ人やなって思ったら、そこで初めてフォローするんですよ。そうだよね、俺もそう、俺もそう。いかにタイムラインが見やすいか。あ、なるほど。って考えると、140文字で開業しなかったら、この一つの画面で4個とか5個とかスクロールせずにツイートが見れるんで、140文字びっちりいいこと言ってくれてるから、この人を登録する意味があるってなるんだよね。けど俺はラーメンの話したりテレビ番組の話したり、YouTube の動画載せたり、載せたり宣伝したり、コロナに言及したり、言及したり、もうめちゃくちゃめちゃくちゃめっちゃ独り言ですね。うわ、そっか。なんかもう鍵アカウントでええんじゃないかなって感じの、もう鍵アカウントでええんじゃないかなって感じの、もう鍵アカウントでええんじゃないかなって感じの、恥ずかしく、恥ずかしくなるわもう。それで伸ばしたいってどんだけってなるわ。はい、それが2つ目、文字数がバラバラっていうのが2つ目で、3つ目がなんか拝見したところ、他の人にコメントあんましてないんですよね。来たコメントに週1ぐらいで多分返信はしてるんですけど、自分からは誰にも絡んでないから、その誰かに絡みに行くことが自分の露出につながるんで、例えば私やったら長州力さんにコメントした時に一気にフォロワーが1000人ぐらい増えたんですよ。長州力さんにコメントしてる、あの次長課長の河本純一さんに対してコメント、なんでその2段階のコメントやのに、長州力さんがめっちゃバズってくれたから、私のツイート、その2段階のコメントでも1000人ぐらい増えて、なんか2段階のコメントやのに2万近くいいねがついたりとかして、その2段階で2万つくって見たことないかもしれない。1万5000とか1万6000とかだったかな。でも長州力さんはもうその時は10万とか20万とかいいねついて、でなんかいいこと言ってるなと思って、
その人のところ見てラーメンの話をしてたらフォローしなかったってことね。そうです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 。だからあ、ためになることこの人すごい言ってるってなって、あ、そうか、期待を裏切らない、いいこと言ってるって思ったやつ、思った人に対していいことを投げ続けるっていう。あ、そうか、勉強になります、ありがとうございます。いや、とんでもない。バズってる人にコメントして、うん、自分の露出も増やしていく。なるほど、じゃあ、はい、絡むならできればバズってる人に、あの、旬なネタとかそういうことですよね。ですです。フォロワーが多い人よりもコメントが普段から多い人の方がいいですね。めちゃくちゃ多いよね。コメントは結構多いです、ね、コメントとかいいねとか、うんうん、その6万いくつの人の中でも高い。高いですね。エンゲージメントだけは本当めっちゃ一番って言われますね。だって1年ってことはさ、1年で辞める人あんまいないもんね、ツイッターを。まあそうです、でもだいぶ入れ替わりましたよ。それでも半年前の人は全然いないです。ってことは俺10年前の人はもう完全に化石になってる可能性ある10年前はやばい、そんなになってね。で、コメントしましょうってのが3つ目で、4つ目が更新頻度がバラバラすぎて、あ、せっかく安藤先生のことを好きになったのに、うん、更新してない日があると。いつ最近更新したか。6日前6日前6日前ってやっぱダメっすか。6日前ってことはこの6日間待たせとるってことなんで、その待っとる間に離れて他の人のとこ行ってしまうんで。なるほどね。毎日更新してあげて、毎日私のその安藤先生のツイートを見ることを日課にしてもらわないと。見てはいるんですよ、うん、1日1回ぐらいは見てはいるんですよ。それじゃダメなの。もう見んくてえんで、じゃあ更新してください。あ、そういうことだ。更新だけしても、はい、そう、更新頻度がバラバラっていうのが4つ目、うん、で、5個目が結構思ったんですけど、パワーワードがないんですよね。パワーワー ワード DJ でパワーワード、例えばどういう感じですか。例えば、何でもいいんですけど、うん、誰もが知ってるような、うん、あの単語とか、ちょっときつい単語とか、例えばアビーチとかでもいいんですよね。あ、なるほど、じゃあアビーチの命日に、はい、アビーチの話をしたりとか、それすると、こいつ教えてもらったやつでアビーチの結構嫌なやつになるじゃん、それも。けどやるよ。アビーチ大好き。だって伸ばしたいし伸ばしたいし、なるほどね、はい、なんでそのツイートの肝となる単語を選定するっていうのが重要ですね。ここは見てほしい。ちょっとしたら、じゃあ音楽とかアーティストのニュースみたいのは、あ、めっちゃ伸びると思いますよ。比較的言っちゃった方がいいわけだ。いいですね。あ、この人死んじゃったとかで、はい、あえて言わなかったりとか、はい、この人あの来日してるとか、あ、言った方がいいですね。別に、あ、来日してんだ、あ、まあ、けど行かないからいいやじゃなくて、はい、その来日に関することでなんか細かくみんなに伝えたら有益な情報をつぶやくと。もう安藤先生イコールクラブミュージックみたいな風に洗脳していくことが大事です。なるほど、洗脳今有名なクラブミュージックみたいな、クラブミュージックといえば安藤先生みたいな。なるほどね、ちょっと頑張りますよ。ちょっとみんなも見守ってほしい、ツイッターを、うん、見守ります。なるほどね。まだもう終わりですか。ダメなんとか、まあ、一応今日は5個。 ありがとうございます。5個で済んで。5個です。なるほどね。じゃあ、僕のダメな理由はそんな感じなんですけど、はい、これから始める人とか、うん、やっぱりあの今最近またツイッターも盛り上がってきてるから。そうですよね。そうそうそう、インスタの雰囲気が今強かったけど、最近またツイッターがやっぱりなんか盛り上がってきてる気がしてて、うん、で、ツイッター今から始める人っての場合、こういうのに気をつけた方がいいっていう、まあ趣味でやるなら俺みたいな感じでもいいけど、はいはい、ちょっとなんかそのビジネスにあの使いたいとか。そうなんですよね。趣味ならいいんですよね、独り言で。本当にそういうなんかあの相談受けてそのコンサルとかしたこともあるんですよ。めっちゃしてます。実は SNS 運用代行会社を経営してるので。あ、そうだ、それが本当のビジネスをしてるっていうのはもちろん分かってるんですけど、はい、その具体的にじゃあどういう実績みたいなのとかあるんですか。実績というか、1日で例えば50人にしましたとか。ああ、最近だと1日でインスタの運用代行を始めましょうっていう準備してる時に1日で800人増えたんです。そのアカウントが結構ええことを言っとるし、綺麗な人が出とるのに伸びてない、うん、なんでかって言ったらバラバラやから、投稿頻度とか、うん、投稿しとる内容とかもバラバラやから、それをじゃあまずは揃えて、ハイライトとかもフィードとかも全部綺麗に揃えてから、うん、じゃあ運用代行しますねって言ってて、うん、ハイライトとかを揃えてあげただけで、バッて1日で800人出て。1日で800人って、それは俺の
多分今フォロワーそんぐらいかもうちょっといるかもしれないけどそんなもんだよ。すごいな、そんな変わるんですね。準備段階っていうのはまあじゃあとりあえず一旦今あるものを整理したっていうだけですよね。そうです、そうです。すごいなそれ。 SNS って誰でも伸びるのでちゃんとやってあげれば。あ、そうとか2、3ヶ月で3000人とかだったら、私が今私の今までの講演会に来てる女の子とか男の子やったら全然珍しい話じゃないです。結構います。若くて可愛い女の子しか伸びないと思ってたんだけど、そんなことない。そんなことないですけど、やっぱ若くて可愛い女の子は伸びやすいです、ね、伸びやすい。もうそれが武器やから分かりやすいですよね、パッと見て。まあつまり武器はあればあるほどいいってことだよね、はい、なるほど。その武器は何でもその DJ で音楽に精通してるっていうのも立派な武器なんで。なるほど、うん、特にね Twitter だったらね、まあ、あの見た目関係ないから、はい、まあ、俺みたいなおじさんでもおじさんも全然伸びます。がっつりいけるかなと思って、はい、じゃあ一般的に、はい、まあ、気をつけた方がいい点みたいなのも聞いていきたいんですけど。 Twitter 運用でですか。そうですね、共感してもらうことで初めていいねとかリツイートがしてもらえるので、投稿のタイミングって意外と重要なんですよね。タイミング、夜中につぶやいたりとかする。やっとは誰も見てないんでもうつぶやいちゃダメです。見てない見てない見てない、はい、例えば天気のいい晴れた日の朝やったら前向きなことをつぶやくとか。そんなとこまでこだわるんだ。雨の日の例えば月曜日っていうだけでみんな気が重いで、雨やったらもっと気が重い、うん、そんな日に元気に行こうよとか言っても誰も共感してもらえへんので、うん、そういう時は辛いこともあるけど、うん、今日もみんな頑張っていこうねみたいな寄り添った優しいツイートをしてあげると伸びやすくなったりとか。なるほど、うんうんうん、なんか見てて元気になるもん、ツイッター見てて。あ、なんかちょっと頑張んないといけないなみたいな。めっちゃ天気とか意識してツイートしてます。そうそうそう、 家でずっとぼーっとしてて、あ、なんかやんないとダメだ。そう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 、ちょっとやる気出てきたぞってなるもんね。ありがとうございます。なんか文字で人元気にさせられるってすごいなと思って。すごい才能だよね。全然全然。ただやっぱりそれなりに自分で考えて、はい、その見てる人に対して元気が出てもらえたりとか、その場その場に合うようななるべくことを考えてやってるわけだ。そうです。なんかみんなに実践してほしいのが結構難しいんですけど、まず誰に見てほしいかっていうペルソナを徹底的に作り込む。うん、私やったら例えば丸の内の OL で27歳で、うん、そこそこ年収はあるけども、うん、もうちょっと頑張りたいっていう意欲は強くて、うん、世田谷に住んでて家賃が6万8000円で、通勤は朝6時20分に起きて7時20分の電車で行ってる、で会社には8時20分に着きますみたいな、うん、徹底的なペルソナを作り込んで、まずそれが1個目で、うん、その後にそのこの子はどういう人に憧れるんやろうっていうペルソナをもう一個作り上げるんですよ。で、ここのどういう人に憧れるかっていうペルソナができたら、そこと自分自身の現実の自分を照らし合わせて、ここで共通している部分だけを発信していく。だからこの丸の内の OL のこの子が聞きたい言葉だけを発信していく。お金取った方がいい。あの、振り込みはここみたいな。今聞いたやつここ振り込んでみたいな。すごいっすね。だからペルソナは3つ、ペルソナっていうか3つ。ターゲットのペルソナ、で自分自身の SNS 上での自分自身のペルソナ、で前日の自分っていうのをしっかり客観的に分析することが重要ですね。これ見てるやつ誰も考えてない、そんなこと。私ツイッター始めた時はこのターゲットのペルソナと自分自身の SNS 上でのペルソナを紙に書いて部屋に貼って、うん、書斎にも紙に貼ってあって、それを見ながらツイートしてました。なるほど、うん、ツイート自体もこんぐらい有益なこと言ってるもんね実際。そうですね、なんかこうやった方がいいみたいな、うん、なんかそれ見てやっぱやる気も出るし、うん、効率的にほんとこれいいなとかすげえ共感する時あるから。ありがとうございます。他には一般的なものだったらこんな感じですか。ああ、そうですね、こんな感じかな。初心者の人はまずはこっからがスタートですね。なるほど、はい。けどまあ俺も今日始めたわけじゃなくて一応10年、ね、やってるからまあまああれだけど、はい、一応母体として7000人ぐらいねフォロワーがいるから、はい、その次のステップとしてちょっと中級者向きというか、はい、そういう人が気にした方がいい、上級者になるためには、はい、っていうテクも聞きたいみたいな。私が意識してるのは、うん、まずは自分が思いを溢れさせて、もう人間の核の部分みたいなのを
震え立たせて自分が震えるぐらいの気持ちで文章を書いたときは相手の心も震えるなっていうのはすごく感じるので、まずは自分が震えるぐらいめっちゃ怒ったときって心からの言葉が出るじゃないですか。それを意図的に作り出す。なるほど。めっちゃメンヘラになるみたいな。なるほど。実際怒ってる時も書いていいんですか？そういう時は予約投稿とかメモ帳に書いといて、うん、次の日に見返して、うん、やっぱいいなって思ったら出すとか。あー、なるほどね。怒ってても人を傷つけない内容やったら。そうだよね。熱くなってると、はい、実際結構ひどい内容をつぶやいちゃいそうな気がするから、うん、それはやってるんですよ。はい、一回見直そう。あ、なるほど、なるほど。冷静にどんだけそれ上がっとんですか。そう、まあなんかあるじゃん、その場の勢いでやって。ありますね。けど一回保存をして後から見直してよかったらいい。うん、あと誤字脱字も結構恥ずかしいから。あー、確かに。誤字あるよみたいな偉そうなこと言って誤字やった時ちょっともう どうしてるそういう時。誤字脱字やべ、やっちまったみたいな。もう直そう。慣れました。そこ消すやん。消さないです、はい、もうしゃあないんで。だって瞬時でね、何万って見る可能性もあるわね。ね、ああ、また誤字脱字って自分でコメントしておきます。ああ、またみたいな。まあ、それはね、しょうがないから、ね、しゃあないっす。そういう時あるから、はい、震え立つ状態で書かないと、自分の心が震えてないのに相手の心を震わせるなんて絶対無理なので、自分の心を震えてた側だ。逆に震えてた側だけど俺ので多分震えてなかったんだろうね、みんなね。まずは YouTube の宣伝またこいつやってるよとかさ。でもなんか宣伝やりたくて、宣伝やりたいけど宣伝ばっかつぶやいてて思われる気がしてて、けど宣伝したいって時どうすればいいのかな。は、最近効果的な手としては、うん、宣伝っていう感じにせえへんと、うん、動画の1分だけを切り取って、うん、貼って、うん、誰々と対談してみたみたいな感じで書いておくと。なるほどね。宣伝感もないし、1分見た人は続きが見たくて YouTube に飛ぶんで、うん、なるほど。じゃあ例えばじゃあびっちり書くっていうタイプだとしたら、はい、SNS で最近伸びなくてみたいな感じの自分の思いを140文字にして、はい、1分の動画をつけると。はい、もう勉強になります。ありがとうございます。いつもサムネだけ貼って何とかについて話しましたつって、まあ、だんだん反応が薄れてきて、最初は反応あったのに、やべえ、これ反応ほぼないから一応消そうって言ってツイート消したりとか。ツイート消すのはどうですか。ツイート消すのは私はあんまりしないですね。ね、多分ないと思う、そんだけ多分バズってたら。消したのもったいないし、やっぱ。なんかまた見たいって思ってくれてる人がいると思うので。まあいるよね。そっか、すごいな、その域まで来たら。いやいやいや。じゃあ上級者はそういう感じで、はい、魂を震えろっていうことですね。なるほど。じゃあ結論として一言でまとめると、 DJ&Twitter とりあえずどういう風にしてった方がいいですか。は、ターゲットを考えるところからなので、クラブミュージックで成り上がりたいみたいな、DJ になりたいみたいな子たちを相手にするのか、もしくは安藤先生のその自由な生き方をもっとみんなに広めていきたいみたいな、どっちかで結構変わってくると思います。なるほど。その音楽でいくか、ライフスタイルでいくか、そこを決めるところから。なるほど。音楽できます。音楽できます頑張ります。じゃあ次は何歳ぐらいの子に、で男か女かどっちか、どっちをターゲットにしたいか。やっぱり初心者の人というか、クラブにちょっと行ってるお客さんとか、ちょっとクラブミュージック好きとかフェスとか行ってるとか、そうクラブあんま通ってないけどっていう、そんぐらいの人たちを相手にしてた方がいいかも。あとはちょっともう行かなくなった人とか。確かに、そこら辺の層ってやっぱ行かなくなった人のマーケットは大きいと思うから、これから行きたい人よりも、もう行かなくなった人に最近の情報を教えたりとか、そういうのができたらいいなと。なるほど、なるほど。いいですね。いいですか。じゃあ行かなくなったって言ったら、それこそ私みたいに27ぐらいになるんですかね。20歳、21とかで、私みたいにバカクソクラブ通いまくって。そうだ、赤髪社長さ、クラブ結構行ってたって噂聞いたんだよ。行ってました。二十歳になりたての半年間、毎日どこかしらに行ってましたね。それってかなり上級者だね。マジっすか。 SNS より上級。どこかしらっていうか、六本木のエスプリばっかり行ってました。あ、そうなんだ。じゃあ
ひょっとしたら従業員の人とかも知り合いいるくらいの感じ、はい、ああ、そうですね。あ、そっか、今でもつながってる人はいる。やばい、クラブのチャンネルとしてつながった最終的にあの時なんか8がロゴマークのクラブありませんでした？8がロゴマーク7年、8年ぐらい。8が8、あ、8か、8かエスプリか、エスプリ行ってからの8みたいな流れ。あ、なんだっけ名前、はい、なんだっけ、8っぽい名前、8で合ってると思いますよ、はい、なるほど、はい、じゃあ、ね、とりあえずそんな感じで、そんな感じで、クラブもまたね、はい、あのちょっと落ち着いたらまた、はい、タイミングがあったらまた来てください、ね、はい、行きます。ということで今日まとめますと皆さんめちゃくちゃツイッターであのバズれるっていうか、あの有益なねアカウントになれるような本当にアイディアというか、あのいろいろ教えてもらえたんで、早速それを実践していきたいと思いますので、頑張りましょう。温かく見守ってください。頑張ります。